もうさ、俺が腹減って食おうと思って作ってるものをほぼ全部横取りだから、それ昔の放送に載ってるから。何作ってんの。いや、腹減ったから寿司とかも食べてましたよ。全部持ってくんだよ。余ったもんじゃねえ。後で作ればいいじゃん自分は、とか言われて、どうせ暇なんだから。それ言われたら確かにねってなるよ。そうやね、私はこれから仕事だからねって言われたら、あ、その時はマジさんのお金じゃないです、残念ながら、そっちの女の人じゃない方の女の人です。ガンちゃん、もうちょっと調べようよ。うん、甘すぎる。あ、僕言ってんのじいさんの方でしたね、お寿司のやつは。お寿司の動画見たことありますよ。あ、あっちね。隠れてコメントチラ見してねんじゃねえよ、じゃねえよ、おめえよ。目の前に俺パソコンあんだよ。バカか、おめえは。お前、にわか来んなよ、この野郎。このお店はイタリアンかしら。あ、大丈夫だ。あ、じゃあ自分で入れろよ。なんか俺最初誰だか分かんなかったんだけど、おい、ね、なんでそんななってんの。飲みました。の僕で自分で聞いとる。なもうよ。いい、すみません。ビールでいい？うん。ビールちょうだい。あ、いや。お前、もうお前はもう分かってんだよ。慣れてんだよ。ああ。お姉ちゃんの声最高やね、やっぱり。何よ昨日のさ着信履歴さ、何件入ってたと思って俺数えちゃったよ。俺朝起きてっから分かんねえ。8件も入ってんだよ。ずっと飲んでるんだよ。さあやってる意味よ。ホモじゃねえかよ。あんなの男に電話8件も夜中の深夜にさ。8件やったらええって。マジで。いらねえよ。あや、あー、あなたお久しぶりです。お久しぶりです。あ、おしゃれやん。あ、起きていいですかね。いいよ。はい、飲んでるやろ。飲んでる、大丈夫。うん、はい、私もよろしくお願いします。いつもありがとうございます。久しぶりやろ。おーい、びっくり。あれと思ってよ。なんでそんな和解してる。いつも喧嘩したり和解したりばっかりじゃねえよ。喧嘩の原因と言って勝手にしてん。だから喧嘩の原因は俺はっきり言うけど、どっちにあるかは分かんないよ。これで伸びる。いや、でしょ。配信しながら配信をやめてくれって言ってもらいます。配信しながら配信をやめてます。ああ、そうそう、映像やりながらはダメだね。俺とか一回切ってから。うん、ごめんなさい、サムさん。ダメダメ、中入ってからだ。ああ、いや、もうだって今日だって自分で今日行くからさ、もう休むんだろとか言って来るんだったら開けるよって俺やったんだから、誰のせいにするわけでもねえけど、だって俺だって会いたくてしょうがなかったんだ。久しぶりだよね。でもね、一回ゆきちゃんと喧嘩してっからね、この店で。あ、俺か。あ、若いの、あんちゃん。喧嘩じゃないよ。あ、普通に友達で飲んどってんけど、この言い方がものすごいやな、ちょっとちょっと言い方欲しくないから。何友達言ってもいい。俺が言うよ。つまめるもんありますかね。くらいのちょっと待ってよ。食べるものはお豆。それ赤いよ。何ですの。ないよお前これ。ない。あとおでんぐらいしかね。動画かなんか残ってる。おでんはセルフだから。だからここ片目で。おでんの好きなのいくら取るかっていいのまだ半分ぐらい。そうですね。まだ食べたら取りますわ。そうそう、これだけ食べるぞ。まあ、お兄ちゃんは男たらし女たらしやからね。はい、誰が。
なんて。なんだよ、垂らしてないよ全然。費用も抜かれますわ。もっと大事。すいません。申し訳ないです。あの、僕キンチがいいんですけど、お名前聞いてもいいですか。あの、俺ここでは何とってあるんですか。とっちゃん。とっちゃん。あの、あの人。さあ、あの人でどうですか。握手。あの人でどうですか。あの人です。よろしくお願いします。あの人です。お名前聞いてます。とっちゃん。キンチと申します。中条さん、よろしく。はいよ。ありがとうございます。これが日本橋で超えるそうよ。もうだから7年ぐらい前かな、うん、お前うなやろって言われておいって言われて俺やっべえそんな言い方はしないでやっべえないないでそれはないあ俺ゆきさんとあのそのゆきさんの放送配信 YouTube で見ました見ましたこれ結構俺があったもんな、うん、わてもねえわあのゆきちゃん一番奥座ってあの女の人のとこ座っとって俺横座お前うなやろそれはーって言い出したからあいつ生意気ですからねこの言い方がカチンってちょっとなる喧嘩だからってねもうでも喧嘩なあんなやつをしなくていいですもうできんやんなあいつじゃあできにしろっていう強制圧力がいろんなとこからかかってきてんね今四方八方がやめろってあのやめろみたいな僕もゆきちさんの仲良くさせてもらってるの今の冗談でもできるこれ誰のやつだっけ知らない あれ僕は酔ってんじゃねえのあそれ違うで、ね、違うだやったな炭酸割りだったや茶割りにしちゃったや大丈夫ねでも俺が飲んじゃうからノーマンタイ僕も大好きでよく遊びに行かせてもらってるんですよこれはネットの世界知らんねんけど、はい、今聞いたことあるじゃん、これでやったのに例えばホークとか、はい、まあ喋ったことあるあんまり言い慣れとったから電話せん、喋ったことあるめっちゃめちゃ律儀だよめっちゃめちゃまたことあるあ、ホークさんはね、そういうとこはね、ビッとしてる、すごいで、きっちりしろほんで、その時だって悪魔のキューピーさんにも会わせたことあるあ。あとキューピーさんって大阪来たことあるもん。あるよ。俺とも飲んでる。あと浜ちゃんとも和歌山の。でほら HMD。あの人と会いたいんですよ。あそう。今度来る言ってましたよね。あの人はあのままや。あのまま。あれあれって。トシさん浜田さんとも会ったことあるの。あるよ。ええなあ。これが飲んで出荷するわ。俺と会いたいとこ全部あってるもん。で、俺のお姉ちゃんに行っていいかって言ってそのキュービーさんとタマと若い子2人そうそうそう西子のな、うん、上のとこなああそうそう行って初めて喋って、うん、だって来たって別に問題ねえからお父さんちなみにユイガさんと話したことありますない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 え俺行ったことあるけどあ組長やろあくらだからダメだってそれあああれ、栃木セットねえな、昔な、うん、あの、ホークのどっちもアラちゃんは面白いけどねユニークはユニークだよ、俺は嫌いじゃないけどああいうタイプはうんあ、すいませんダメだよ、声かけるもんです発見してくれ大丈夫だよよかった面白いよ、面白いんだよあのね、だから何言っちゃってんのとかいつも言うけど、だって何言っちゃってんのさ、誰の口真似って俺の口真似だからね、全真似してる。何言っちゃってんのとか、バカじゃねえのとかさ、もう全部真似だから。それよその店で勝手に言ってっからね。バカじゃねえのとかさ、だって関西の人はあんまり言わないからバカじゃねえのとか。青じゃうかでしょバカじゃねえのって言ってんだ余っちゃダメなんだってな2人ともあれですね しょうもないおっさんの方になってしまいましたねそうねよかった共通のなんか人ができて嬉しいわだからこうやって喋っとって面白いやんか何やかやと6年7年何やかやってんな7年ぐらいだね長いな、うん
でもね、もうね、あのね、悪い人ばっかり紹介するんだよ。トシさんも僕もネットのつながりが低いから、これめったなんかしたことない。だからしねえもん。だって俺道で会って、おい、これからどこ行くんだよっつって、で行くべっつって、なんかあの拉致られるだけだからいつも。たまたま会社で YouTube バーって流行り出した。そうそうそう。なっちゃうもん。何このさんって思っとってんけど。地元やから立って、まあ、飲み、こうやって飲みとったら、おってん横に、信号が来て、おい、お前、お前、ちょうなっちゃうんかいな。これが出会い。俺さ、横にさ、あのそういうさ悪魔の会社の人間たちがバーっているとこでお前うなちゃんまやろって言われたらビビっちゃうからはぁみたいな。いろいろ喋ろうか。怖いですね。いやダメですよ、いろいろ喋る。ダメですよ。ダメだよ、ダメだよ、ほんとに。今まともなの俺だけですよ。ダメしてよ。でもこの人は、この人はなんて言い方したら悪いけど、まあずーっと俺7年間変わんねえな。俺に対する対応の仕方が全く変わんねえ。変わるの多いんだって。ああ、それ多分自分に何も持ってない人間やと思う。だからうなさんの気を借りたいっていうか、だから配信者と違うからなのよ。社会で付き合ってるから。楽しくもみたいだから。俺別にそういうこと何も思い込めてない。楽しいんだ。だってお酒は楽しいのね。でも姉さん、まだ始まったね。真夜中に酔っ払って、怒って、怒って、あの呼べってな、うな呼べやとか言って、俺に電話で、これとか言って、どういうこと。電話出たら前朝のよ、4時とかよ、そんぐらいによ、うなちゃんきや。スマホ触ったはずやから、もうそっとしといてあげて。うなちゃうぞ。友達や。あ、僕も友達ですから。たもうこ、もうどうしようもないね、うちの店は。ろくなのはいない。しかもトシさんって知らんくて、喋っててめっちゃ気の影響やん。だ、面白いんだって。いいじゃん、幼い時に会えるべきで、おーと思って、僕も帰ろう思ったの、今。で、面白いの。マジで、話したら。誰が一番面白い。誰、よく言う。はい、KB。ありがとうございます。森田さん。あ、なんか、皆さんめっちゃ俺、なんかその言い方あれですけど、トシさん好きや。だから俺がずっと長く付き合っていけんのはそういうこと。でたまに怒んだよ、俺電話出ねえと。お前俺と付き合いやめてえのか、おわとか言って。めっちゃ怒る時めっちゃ怒るでしょ。怒る、めっちゃ怒る俺。もう YouTube 全部載ってますからね、トシさん。ああ。あの言うてることは分かってんねんね。自分で言うてることは分かってんねんけど、こっちは結局な、相手のことも一つでパンってなってなるねん。おい、うな、お前。俺の電話出ねえってどういうことだよみたいな始まってくるから。いやいやいや、俺さ、24時間、レンタルおじさんじゃないんでって言うと、そう。24時間レンタルおじさんちょっと勘弁してって。先に出てくるのと思うけど、俺3回ぐらい叩いてんのよ。そんなおんねおんね、そういうことじゃないんだよ俺は。他人からもるそんなんじゃないんだけど。ああ。スイッチ入ってる、こっちもスイッチ入ってる。あ、叩かれて喋るの。いや、あの、お前黙っとけやって。いや、あの、腹立ってるとこじゃない。何がめえって、お前。何やお前、これ表出てくるから。俺、だからそうなっちゃうから。なんだよ、おねやろ。俺も会計士。大体俺の方から言うから。大体俺の方から、感じ悪いな、つって始まっちゃう。やめてや、今日はやめてや、俺。いや、やんない、やんない、やんない。お客さん他にもおんねんから。俺も気分直して今飲んでるんやから。今日は最近でもだいぶ、あの、俺そういうの言わなくなったよ。勉強しちゃう。ああ、うなが、うなちゃんが勉強しちゃう。だけど、どれでよ、関係ねえんだよとか言ってベロンベロンになって、後ろでめっちゃ笑ってはりますよね。え、南でね、一人でさ、一体関係ないからな、誰だよお前とか言いながら歩いてよ、いるから、そんな刺されちゃうよっつったの。知らねえ。だからそれなんだよ、いつも。なんで、大阪どんどん刺すとかない、関東あるかもないない。まずね。
大阪の場合はどうかな、俺だったら絶対歩けねえな。だって目立つんだ、タッパ高いし。刺されたら刺される、しゃあないかもわからへんね。言おうとったらな。しゃあない。やられたらしゃあない。それはわかるけど。でも、そこまで、怖い怖い怖いとかないわ。やられたらやられたらしゃあないやっていう考えでおるから。まあまあ、そう言われたら俺もなんとも言えねえけどさ。俺別に俺なんかしたことないし、悪いけど。一緒に飲む時に、うねー言うぐらいで、キャッチの頃みんな知ってるって。どこまで行っても、あ、俺昨日そこの角でなんか半グレに誰らお前とか言われたから、いや誰でもないですって、あの飲み行くキャッチの人を探してるんですっつってうまくごまかして帰ったけど、おやべえ俺絡まれてんのとか思って、ああお前あのチリンチリンって鳴らしちゃったのよ俺、溜まってるやつに。去年ここで飲んで帰って、ああアゴで絡まれて、どうどこで工房の横の工房の横に入れてるんですけど、もう腹立って思うてない、俺もチリしか出えよ、6人ぐらいおる、だから俺も昨日5人ぐらいいたよ、出禁が開かねえやじゃあ、そしたら見てよ、金なんかいつもねえよとか言いながら、きれいに飲んでんじゃねえかよ。管理人さんに、やめて。やからきだ。煙幕してるって言うからな。もうさ、みんなさ、そういう嘘ばっかり。包丁は置いとったらあかんの。やめてくれよ、もう。またお前、南圭さん来ちゃうんだから。おもろいし、言い方が知っとるし。そうだよ。知ってますね、すぐ出ますかね、俺。だいぶうまいっすね。知らないよ、それね、そういう世界の人はね、いじくってなんぼだから。こういうふうに知るやな。いじり方覚えた。こういうふうに皆さんいじるんや。いや、俺はいいの、こういういじり方は。覚えとこう。また言ってるわって思うだけだから。だって、このいじりって誰も知らないの、不幸せにならへんの。まあね、俺は笑ってるから。チャンピオンやな。そう？チャンピオン。え？一回一番なれ、何でもいいけど一番なれる人ってやっぱすごいよ。いやー、俺は一番取ったことねえな。久保さん一番や。これって難しいで、一番とか。こんだけ悪口書かれる配信者ないですね。いや、それだから俺がろくでもないからじゃないの。だからそれがネットの世界やった、俺初めて分かったから、もちろんアンチおってんの、なんぼっていうのは、いやそれはみんな言うけど、そのアンチに対してまともにこうなってたらどれもできない。あの最近俺やの賞おるやろ、ダルビッシュの、あれもでも、お待たせ、すいません、おっそいよ、なんで同じこと言ってんの、もうダメだろこれ、ダメだよな。飲み放題でドリンクの提供遅いね。終わったの、まあ、ぼったくりですやん。確かに。ああ、俺もなんかいい女でドリンカー誰かいねえかな。カナダさん。はい。どうした？かわいいな。多分な、これを取るわ。多分ないとか覚えとけよ。今度呼んでへんとき会わないかいな。あのね、いつもだから。酔ってても酔ってなくてもこれだから。おう、うなぁだと。いや、ベロベロ落とした。あのね、すごい機嫌のいい時は、おい、なうっていう、俺のこと。なうって。志村さん、返しや。面白いこと言おう思ってんねん。だから俺は、何って言うだけ。俺、ここまで逆にあるって思うしけど、まあ、最後。俺の気持ちで、うん。そうよ、言いたいことは言えって言ってるから俺にも、いつも、俺も酔ったら言い過ぎる時はあるけど、おめえにはおめえの配信の手前言わなきゃなんねえこともあるだろうから、それはそれでいいからっつって、立場は違うけどって、だから俺は嫌いだったら付き合わねえから、おめえになんか言われるから。
やっぱりさ、その回収の限界とかあれやどこまでもまか遅くは分からへんもん。僕も、僕もだから、あ、こういう世界なんやなって思うんだけど、これが現場来て現実だ、誰おろうがバッてだったらお前ちょっと待てってなってもどうしたら、だってこれ配信じゃなくてリアルやったらもう何回行けましょうかな、まあ、何回かかるのあかんのかそういう話でしょ、僕らから、僕らですよ、僕みたいな素人から見てほんまにあれだそのえ、これ現場やったらえらいことになるんだよね。これが何回あってもだよ、結局な、あの、自分で言ってくれるのは子供じゃないよ、どこまでセーブできるか、だからだから俺なんかさ、あの金前やってさ、叩いてさ、パクられたっつったら笑っちゃってんだもん。もうやめとけよ、お前そんな。面会行ったもん。ああ、おお、面会来てくれたよ。差し入れも、現金も入れてくれたし。でも俺後でリュウチの担当から言われたよ。俺リュウチの担当言われたよ。お前殺しちゃうか、おかしいやろ、あれおめえ誰やって、お前友達通用しねえぞって、うわーと思って、そりゃ顔はわかるわなみたいな。ああ、それまで聞いてるか。聞いてる。分かりました、でも自分の中で、あの、まあまあこんな性格でも誰に対しても、でも、ダメ野郎なのよ、俺は。だから、呼んではないから。だから、それは俺が呼ぶわけねえじゃん、考え方によって。それだけど、だけど、俺の中では、あのグループの中の一人で来ちゃってるんだから、もう入っちゃったらしょうがねえんだよ。じゃあ全員帰ってくれってなっちゃうから。だから俺も商売だから、それは。でも、よう受けたな。いや、受けるしかねえし。いや、ゆきちゃんのことは甘すぎるわっていうの分かるわ。でも、あそこは受けといた方が、あの、リスナーも、リスナー的にはワクワクするんだろうなと思ったし。この前楽しいので入りましたよね。2回目はね。女子になんかやられたんだろ。いや、まあまあ、俺はいい。その会話もしてやるか。でも、男のやつってあいつは、そうそう、ある意味、男気ありますよ。あると思うね。ただ、若いんですよ。僕から言いましたよ。これ一つで変わる。強かった、確かにね。でも俺は昨日の俺は100点満点だと思ってる。昨日ね、俺のこと訴えて、それで俺パクられたわけじゃん。でその、鼻折ったやつが来たの、あの次な、違うね、入れるなの前に、ユキチのが呼んで入れてるから、ユキチを入れてる以上は、ユキチが。その前に、俺は言うで、お前、ほら大丈夫かって、なんか鼻折ってどうのこうのな、言うとんだ、あのガキ。俺も言うなんですよ、大丈夫や、言うから、じゃあガラ持ってかれてるから。びっくりしたもん、いきなり。大丈夫だよ、あんな。大丈夫じゃないよ。手出さない。うん、ユキチはもう。あのさ、よく言うよ。あのね。あのね、手出すなって、俺には結構手出してるからね。おーって。うなよ、お前よって、この野郎って。俺結構締められてっからね。だからな、ねえ。これいいねん、いいねんけどな。信用しない場合にしかこれはしたらあかんねん。これはね、それ以外にしたらパクられる覚悟ないからな。それは無駄じゃないねん。さあ、なんでよ、俺、やるから。お前、俺に言うてんのかって。それしかいねえだろって話になっちゃうじゃん。ああ、ああ、俺お前、緑愛がこっち？指相撲やったでしょ。あいつこれ。指相撲。なんだよ、お前ドリンカーかよ、バイト代かこの野郎。そんなに。そんなに。
前よ、そういうこと言ってんじゃねえよ、勝手にあちこちベタベタステッカー貼りやがってよ。いいじゃん、あやめろっつうの。トイレにもあったんだよ。なんでいきなり俺トイレ座った瞬間によ、なあ目の前によ青白猫だってチンポフルボッキになっちゃうよ。お前いかがじゃお前よ、どんだけ好きなんだよこの野郎。うるせえよ、うるせえから黙ってそう奥で飲んでろ二人で。ねえねえ、お前はもっと短かった。ああいいだから誰それやったの。私バカじゃないのマジで。ねえ、もうなんかウイルスが変なとこに蔓延してるなこれはな。ああ、トシちゃんウイルスやばいな。新型トシやろ。新型トシ変異してる？変異変異してる。ああ何よ。まだ変えたら変え。やめだよまた。俺だから新しいマスクあるからいいけどさ。面白いんだよ。めっちゃ面白い。俺あのね、正直こっちとしてはもうめっちゃユニークなの。ねえこれ。あのそうそう。ああ。これってね。そうや見えないから。普通にいいあんちゃんに見えるわけよ。こっちってね。え？それはここじゃ音乗ってっから言えねえだろ。またあの南警察署からおめえとかよ、おめえそういうののたまり場になってるらしいななんつってすぐ来られちゃうから。でもしないよな。そこ何が悪いんだこの野郎っつって。俺の真似すんの。俺も映ってまうんやんか。で、マコ言うとゆりちゃんも映ってるから。だから映ってだからね、きっちゃね、映ってまうやんかはまだ映ってない。映っちゃうだろうが俺だから。手売れだよ。やめなよもう。バカなんじゃないよ本当に。ごめんなさい。すみません。怒ってください。この前早く弁返して。この前ね、一緒にキャバクラ行ったんですよ。もう その時ね、スーツでビシッて決めて、イメージ誰やもう言うから、え誰ですかって言ったら六代目。渋いな。渋いよ。怖いでしょ。ああ俺にしては怖いですよ。よう配信って言うの。でも面白いな。でもこれミナビ、あれは何の申し訳ない、何て申し訳ない、あれはあのボルサニーのボルサニーのね、でサングラスかけて、スーツかぶって、あの普段はおなちゃんはセンスあるもん。俺好きやねん私服とか。あの俺おなちゃん私服好き。そう、お好きやで、言うたやんいつも。だけどね、あのクッソとかやろ、うるさいやん。センスあるもん。はい、クッサい男は匂いが臭いんだな思う。それは分かれ、見たことない。見たことないですか。先バター食べないの。これは言うて、キャバクラで昔な、あるよ。いいねじゃねえんだよ。もう南で酔っ払いすぎて、もうこげる、画面こんな時やったもんな。あ、俺？ああうん。なあ、あれ何年、もう3年ぐらいの。4年ぐらい前。揚げ物はやってない。ああ、はいよ。若いの、やっぱ若いのすごいよ。そんなの何、なんか入ってた？そんなんいいんちゃうか？あ、水割りにしちゃった。ああ、もう。なんかない？あるよ。ちゃんと酒屋さんも聞いてや。じゃあ、後で。一杯だけ飲んでよ。なんで？俺。炭酸割り。まあいいや。僕は飲み放題でドリンクの提供遅いしさ。もうさ、ドリンクの提供遅いのがいいのやめて。もう結構プレスだから。プレスかかってから今心折れそうだから俺。
まだ俺さ、ああもう今日はもう店終わりだべっていつ言いかねねえから、いつも1時間、たまに1時間で帰らされて料金ちゃんとそうなん、もう伊藤さん言うの、もう俺もう今日もうやめっから店で帰れみんな、そんな言わない、もう今日は帰って、もう帰ってくれ、もう俺ダメだな、こんなんやんな、そこはさ、そんなことないよって言えないの、ねえソフトにやってよ、いやお前ほんま確かに言ってるなとは思うけどさ、料金倍やからな、言うたら関係ないやろもう帰ったら言うことや、1から10まで言わんけやん、だからそこ喧嘩しないでね、頼むよ、うちの店ではやんないで、そこできんやん、詰めるんですか、誰を喧嘩したら、いや喧嘩したらそれは喧嘩を収めないと、ああ、まっすぐなんで、これはまっすぐ、うるさいから本当に本当にうるさいから本当。ああ、面白いんだけど、もうすぐね周りをね、あのね、俺はこうだからとか言い始めて、言ってんじゃねえよ、言ってねえよこの野郎、何言ってんじゃねえこの野郎、しかもサーバーから勝手に入れるからな、もう勝手にやってくれ、それで余計気悪なと思って帰るんだけど、トッサンが声かけてくれて、ほんまよかったさ、お父さん知らんかったし最初、あのだ俺も言わないもんな、いや京都から来る人やと思ってたから、あ、違う違う違う、もう一人来るよ、俺が、いや、はい、また他の人で、その配信者に来たら、あ、リティね、それは女の子だから、喋ったら全然関西弁の人やから、うん、あ、普通のお客さんなんやと思って喋ったら、トッサンがよかったから今日、施設も喋ったら、トイレ行ってくる、ね、早い時間に俺はお前友達やで、仕事がどうなの、俺は入れる人も入るつもりもない。